始まりました祭りナインの県政リポート。愛知を中心に活動しているエンターテインメント集団僕たち祭りナインがですね、愛知の魅力をどんどん発信していくチャンネルでございます。見てよ、もうすでになんかいっぱいありますけど、いろいろありますけど、すごいカナディ、はい、愛知が水産物が豊かな町ってことはもちろん知ってる。おー、知ってる。だってアサリの取れる量、なんと17年間も日本一なんだって。すごいね。しかもシラスとか、シラスとか海苔とか養殖ウナギとか、そう、もう全国で上位のものがたくさん揃ってるんですよ。そうなんですよ。じゃあ、それを支えてる一つが研究だってことはもちろん知って知って、そうなの。そう安定した供給をしてもらって安心して海産物を食べるためには研究は欠かせないんだよ。あ、じゃあそれが今回のテーマということですね。そう。それでは愛知の水産研究レッツゴー。魚介類の宝庫伊勢湾三河湾をはじめ、渥美外海やさまざまな川など豊かな環境で行われている愛知の水産業。ただ自然の力だけでは安定した水産業は成り立ちません。今回はそれを支える研究を紹介します。2人がやってきたのは愛知県水産試験場。お願いします。まずはアサリの研究をしているという場所へ。細かく計測して生育状況を調べて、どうやったらアサリが増やせるかっていうのを研究しているところです。よかったらやってみますか。いいんですか。はじめに専用の機械で殻の体積を計測し、次に中身の重量を測っていきますので、これを剥いていきます。どうやって剥くんだこれ。いけるかな。ディこれは茹でて味噌汁にしてから違います、きっと違います。そうするとね、あの重量が変わってしまうので、あのメスで一つ一つ剥いてですね、ああ、やります。何グラムでしょうか。 0.86 です。計測の結果がこちら。肥満度は 8.1 と出ましたが、一般的には肥満度が12より低いと、はい、アサリが痩せてしまっていて活力が低い状態だって言われてますので、餌がだんだん少なくなってきちゃっていて、はいはい、こういう痩せたアサリが増えてきていて、でそれに伴ってアサリが少なくなっている、そういう問題が今起こっています。今取り組んでいるのがこれです。石。そうです、石です。アサリは波を受けて砂の中から出てしまうと、再び潜ろうとして大量のエネルギーを消費し痩せてしまいます。最悪の場合死んでしまうことも。そこでアサリが砂から出ないよう波に流されない大きさの石を海に入れることで、波の影響を防ぎ、アサリがとどまりやすい場所作りをしたんだそうです。この写真見ていただきたいんですが、これ石入れる前の漁獲の状況なんですけど、はいはい、ひとかきするとまあこれぐらいしか取れなかったのが、ひとかきでこれぐらいアサリが取れました。そんな変わるんですか。はい、で今年2人漁業者さんにお願いして約1時間でこんだけ、わアサリ約100キロですが。石で変わるもんなんですね。そうですね。続いては、船、調査船の太閤丸。一体どんな調査をしているのか、中野さんに船内で教えてもらいます。これは CTD といって、はい、海の中の温度や塩分などを調べる機械です。おー、 CTD 伊勢湾の湾奥から湾口、渥美外海の断面図を図にするとこのようになります。おー、 おーすごい、そんなまでわかんだ。黄色くなっているところが、はい、魚の餌であるプランクトンが多いところ、まあ、つまり魚がたくさんいる可能性が高い場所になります。で漁師さんにはこのような分かりやすい図にして提供して、安定して漁ができるようにサポートしています。これめっちゃ助かるよね。確かに。この他にも水産試験場では将来の漁獲量を左右する卵の量の調査結果など、漁業者さんに役立つ情報をたくさん発信しています。多い時1日50トンものイワシを取る漁師さんにお話を伺いました。私たち漁師が、一斉に魚を取ると
単価も安くすぐに取れなくなってしまうんですが、漁の解禁を決めたり、いろいろ調査の結果報告してもらったり、安心して漁ができるかなと思います。普段食べる側の僕らからしても、魚を取ってくれる漁師の皆さんからしても、やっぱり研究ってすごい大事なことなんだなって思いましたね。そうだね、普段食べてるけど、はい、いろんな人の支えがあって、うん、僕たちもお魚いただいてるので、はいはい、これからも残さずに食べようと思いました。これからも愛知の大事な情報をどんどん発信していきますよ。皆さんチャンネル登録よろしく。